クリス・アヤネッタは、アメリカ合衆国ロードアイランド州プロビデンス出身の、元プロ野球選手。宇藤右内。愛称は CI。日本語メディアでは、クリス・アヤネッタと表記されることも多い。他に、ヤフースポーツ等では、クリス・アンネタと表記されることもある。1983年、ロードアイランド州プロビデンスで、イタリア系移民夫婦の長男として生まれる。 父ドメニクは8歳の時にスカーポリから母マリアは5歳の時にナポリからそれぞれ一家でプロビデンスに移り住み小学校時代からの幼馴染みであった子供の頃はロードアイランド州の北に接するマサチューセッツ州はボストンに本拠地を置くボストンレッドソックスの試合を同級団の本拠地球場フェンウェイパークやテレビなどで観戦していた 身体能力に引い出た子供というわけでもなかったので、野球で三塁手としてプレーする以外にはスポーツは行っていなかった。アイアネッタが所属していたリトルリーグのある日の試合で、チームメイトの保守が手首を怪我したため、コーチがその代役にアイアネッタを指名。最初は嫌がっていたアイアネッタだったが、母から説得されて一時的に転校。 その後このポジションの面白さを知ると、元のポジションには戻ることはなかった。当時は TBS がアトランタ・ブレーブスの試合を全米中継していたため、そこで正保手をしていたハビー・ローペスに憧れを抱くようになる。セントラファイルアカデミー在籍時からドラフト指名の噂もあったが、結局指名されずノースカロライナ大学へ進学。学業面では数学を専攻し、 野球では1年次から3年間にわたり性保守として出場。2004年には大学野球最優秀保守に贈られるジョニーベンチ賞の候補45人にノミネートされた。コロラドロッキーズ時代2004年の MLB ドラフト4巡目でコロラドロッキーズから指名されプロ入り。2巡目で一緒に入団したセス・スミスとはその後長くプレーした。 入団直後にマイナーリーグの A 級アッシュビルツーリスツに配属された。2005年には A 級モデストナッツを経て A 級タルサドリラーズに昇格。夏にはマイナーリーグのオールスターフューチャーズゲームにも選出される。2006年はじめ通算3000本案台上でアメリカ野球堂入りしている高打者のウェイドボックスから 広角へ打ち分ける技術をアドバイスされて、シーズンに臨むと、AA 級タルサで44試合に出場し打率。321オプス1.040の好成績を上げ、昇格した、トリプル A 級コロラドスプリングススカイソックスでも47試合で、打率。351オプス950を記録した。同年8月26日にメジャー昇格した。 昇格を告げられた時は、ジョークだと思った。信じられなかったけど、これは本当だと言われたもんだから地に、足がつかなかったという。翌27日のサンディエゴパドレス戦に、6番、守として、先発出場し、メジャーデビュー、第3打席で、ジェイク・ピービーから、メジャー初安打を記録するが、そこから6試合で22打数に安打、打率。 091と低迷。守備面でも、ベンチコーチのジェイミー・カークから、絶対に取らなきゃいけないような球まで落としちゃうくらい、緊張してたな。うちのマイナーの連中から、全評判は聞いてたから、最初に見た時は別人かと思ったよと、指摘されるほどだった。その後は持ち直し、21試合に出場して打率。260オプス、759という成績で1年目を。 終える。2007年1月、ロッキーズが、ハビー・ロペスと契約。憧れだった選手が、ポジション争いのライバルの一人となる。スプリングトレーニングで、アイアネッタは、チームメイトのトッド・ヘルトンに、これほどの潜在能力を持った奴は多分、今まで見たことがないと言わしめるなど、成長をアピール。これを認めたチームはロペスを解雇して、 アイアネッタに枠を与えることにし、さらに、前年のチームにおいて、保守最多出場だったヨービットトレアルバを差し置いて、開幕戦に8番、保守として、先発出場させた。しかし、5月終了時点で打率。193オプス、655と、打撃面で低迷し、出場機会は徐々に減っていく。6月12日から14日には、幼少期に通った。 フェンウェイパークへ遠征してのレッドソックス戦があり、家族や友人から試合のチケットをせがまれたが、出場はなかった。8月には、トリプル A 級コロラドスプリングスへ降格し、そこで3週間を過ごす。メジャー復帰後、チームは9月の28試合を20勝8敗で乗り切り、さらに163試合目となるパドレスとのワンゲームプレイオフを制して、 ワイルドカードでのポストシーズン進出を決めたが、その中で、アイアネッタが出場したのは13試合に止まり、ポストシーズンには出場できずにシーズンを終えた。ロッキーズは、トレアルバを正保手として2007年のワールドシリーズに進出した。2008年、ロッキーズ GM のダン・オダウドが、メジャーで控え捕手をさせるよりは、トリプル A 級で毎日試合に出してやった方がいいかも。 知れないと考えていることを知ったアイアンネッタは、オダウドに、トリプル A 級で得るものは、もう何もない。自分がメジャーでも通用するレベルにいることを証明して、見せると、直談判にし、マイナー広格を免れて、控え保守の地位を得る。シーズン開幕直後の3.4月は28試合中で、出場11試合と出場機会が限られていたが、5月4日から5試合続けて、 先発したのを機に出場が増え始め、シーズン最終月の9月には24試合すべてに出場するなど、正捕手の座をトレアルバから奪って、シーズン通算106試合に出場した。打撃面では、シーズン開幕前に、同僚のブラッドホープからスイングのコツを、マットホリベーから、外角球のさばき方を、それぞれアドバイスしてもらったことが実を結び、 キャリアを通じて、自己最高の成績で、打率。264.22本塁打、65打点、出塁率。390、超打率50。505オプス、895などを記録し、規定打席には96打席不足していたものの、この年のシルバースラッガー賞のブライアンガマッキャンと、同水準の高成績だった。守備面では、失策例で、 守備率10割を達成し、また保守防御率でもトレアルバの数字を上回った。2009年春開催の第2回ワールドベースボール、クラシックのアメリカ合衆国代表に選出されている。WBC の大会規定上アイアネッタは、自身の出身国であるアメリカ合衆国と、両親の出身国であるイタリアと、2カ国の代表のどちらに入るか選ぶことができた。 そのため当初は自分と同じイタリア系アメリカ人で第1回 WBC にイタリア代表として出場した経験を持つチームメイトのジェイソン・グリーリーから誘われたことやアメリカ合衆国代表の保守人はブライアン・マッキャンとジョー・マウアーの二人で決まりだろうと予測していたことからイタリア代表入りを決めていたしかしその後マウアーが 腎臓手術を受けたことを理由に WBC を辞退すると、アイアネッタはアメリカ合衆国代表で参加することになった。同大会では4試合に出場、13打数4安打、1本塁打、6打点を挙げた。2011年オフにタイラー・チャットウッドとの交換トレードでロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムへ移籍。 エンゼルス加入1年目のシーズンとなる2012年は5月に手首を骨折して長期間故障者リスト入りしたため出場試合数は79試合に止まったがキャッチャー出身であり保守に対する評価が厳しいマイクソーシア監督から一定の評価を得たまず打撃面では79試合で9本塁打を記録した守備面ではジェレッド・ウィーバー アービン・サンタナ、ジェローム・ウィリアムズらの高等を支える高リードを見せた。5月2日のミネソタツ・インズ戦では、ジェレッド・ウィーバーのノーヒットノーランの試合で保守としてフル出場した。オフの10月5日にエンゼルスと3年1550万ドルで契約を延長した。2013年は115試合に出場し、2年ぶりの2桁となる11本塁打を記録したが、 打率は225に止まり三振100は自己アーストだった。その一方で失妬を待つ打撃スタイルを実践し死球が大幅に増えたため出塁率は高かった。守備面ではメジャー全体でワースト2位となる84の盗塁を許し補給能力やリード能力でも課題ありとされた。2014年は108試合の出場で打率。 252.7本塁打、43打点という打撃成績を記録した。本塁打は減少したが二塁打が増え、自己最多体となる22本を記録した。出塁率は相変わらず高く、373であった。課題とされていた、守備面では、投塁阻止率を30%まで戻したが、DRS でマイナス10、2年連続40以上と、 なる44のワイルドピッチを記録するなど改善にされなかった。ロサンゼルス・エンゼルスでの現役時代2015年はカルロス・ペレスと併用でチームの保守では最多の92試合に出場。しかし打撃成績は不振を極め自身2度目の100台となる打率188に終わった。ただ2年ぶりの2桁となる10本塁打を記録し 通算100本塁打を達成した。他方の守備面では、3失策、守備率、996DRS プラス7という、高成績を記録し、特に、DRS は2011年に次ぐ、自己2位の高数値であった。盗塁阻止率に関しては、59回中44回で、決められて25%だった。オフの11月2日に、FA となった。 2015年11月23日にシアトルマリナーズと1年425万ドルの契約を結んだ。2016年は94試合に出場して打率。217本塁打、24打点を記録した。オフの11月3日に FA となった。2017年1月13日にアリゾナダイヤモンドバックスと1年150万ドルで契約を結んだ。 5月12日のピッツバーグパイレーツ戦で、ジョニー・バーベートから支給を受け、4本の歯と鼻が折れる、不運に見舞われた。シーズンでは89試合に出場して打率、254、17本塁打、43打点を記録した。オフの11月2日に FA となった。2017年12月8日にロッキーズと2年850万ドルで契約を結んだ。 2019年8月13日にディエフェとなり、15日に自由契約となった。2020年1月9日にニューヨークヤンキースとマイナー契約で合意したと報じられ、2月3日に正式に公示された。7月21日にメジャー契約を結んで40人枠入りしたが、1試合も出番がないまま8月1日にディエフェとなり、4日にマイナー契約となった。 8月8日に現役引退を発表した。ありがとうございます。